小さい頃は本当にシルバークロスとか、忍者ハットリくんとか怪物くんとかいろいろ楽しみながら読んでいた世代です。それがイージー界のゴルフ界に入りましてからは本当に、ゴルフと、お酒のお供と、たくさんその度ごとに阿鼻子先生のすごい楽しい人柄というか人を楽しませるその生き方に感銘していました。本当に、あんないい先輩漫画家は、いないと思います。本当に、もうお会いできないのは本当につらいです。ちょっと病気をされてゴルフもおやりになってなかったんですけど、また始めたからということでぜひ一度と思っていたのが、まあ一度も、やることがなくて、それが一番の心残りではあります。まあでもゴルフといえば、なぜだか我々プロアマって大会の前の日にアマチュアの我々とプロの方とが組になってやるという、まあ催しものをおやりになる方たち そのサービスなのかもしれません。まあ、そこで阿鼻子先生とよく呼ばれて、阿鼻子先生が一番投げているのは、石塚君、さっきね女子プロの人が何人か来てお化けをかけって言うんだよね、お化けは僕じゃないんだけどでもかけちゃうんだよねと言って帰ってらっしゃいました。まあ、そんな阿鼻子さんだから本当に皆さんに愛されてきたんだと思います。先生がいなくなってしまったことが未だに信じられません。だけどこうしてマノスがここに来ていたり、そしてモグロ福蔵は永遠に私たちにいろんなメッセージをくれていて、先生は心の中でいつまでも永遠に誰よりも元気いっぱいに笑顔をくださっているので、今日はいろんな気持ちが込み上げてしまいますが、先生への感謝の気持ちをたくさんたくさん思いたいと思います。もともとの出会いっていうのはどういったきっかけだったんでしょうか。はい、私の小学校からの友人が銀座のお店で働いていて、そこによく藤子先生来るんだよねって聞いていて、そんなわけないでしょと思っていたんですけど、本当にいらっしゃっていて、そしてそこのお店でよく一緒に飲ませていただくようになって、そこからすごく可愛がっていただいて、カラオケに連れて行っていただいて、先生が怪物くんの歌だったりを自分で歌ってくださったり、あとは一緒にモーニング娘。の武道館のコンサートに行ったりとか、かなりアクティブでお元気で、それは本当に日々我々はこう、あ疲れたなとか、あ悩んでしまうなとか、そういうことばっかり抱えてきたけれども、先生にお会いした時には誰よりも元気いっぱいで、それこそ今石坂さんがおっしゃってたように、飲むこと遊ぶこと楽しむことにも全力投球する、それを体現されていたので、ものすごくかっこいい背中だなといつも感じていました。